4番の伊藤正樹は5番手、さあ後ろからやはり新山がスパート、ホームへ帰って、さあレースが動いていきます。赤番の周回1コーナー、ここでやはり宣言通り新山が主導権を握っていく。後ろは9番の和田圭なんですが、吉本が飛びついていく。2コーナーからバックが入りました。さあ和田の位置を6番の吉本が狙って、今度は2番の成清が動いていく。成清が前を叩きに上がっていって、金が入って2センターから4コーナー、新山の前を成清が叩いていきます。5番の山が続いて千葉勢が出切りました。4番の伊藤はその後ろ3番手、叩かれて新山は4番手、現在は内でかぶっている。主導権を握っているのはなんと千葉の2人です。車間を切っているのは5番の山が2コーナーから最終バック、山が満を持して番手から発進。その後ろには3番の浜田浩二が続いている。後方から伏見がまくりにチェンジ、伏見まくって2番手から先頭へ上がっていけるか。4コーナー回って先頭は山が、山が先頭、山が粘る、山が粘る、粘って粘って振り切りました。あとはどうでしょう、内8番の西川、西川の伸びが非常に鋭かった第1レース。第1レースの決定をお伝えします。1着5番山賀雅人、2着1番伏見俊明、3着8番西川近幸。黒田が中段のアウトコース、一旦ここは8番の山本に蓋をしていくような感じです。前青森勢3番手ちょっと前と車間を切りました。6番の阿部、阿部が後ろを見ています。山本は内でかぶる状態、外は9番の黒田純、抑えてから前に9番の黒田上がっていくんですが、合わせて6番の阿部も前へ前へと踏み込んでいって、バックから3コーナー、阿部が主導権を握って金が入りました。1番の朝倉がマーク、3番手のアウトから9番の黒田が攻めていく。さらにその上を8番の山本も主導権を握りに上がっていく。4コーナーからホームへ帰って中近ラインが先手を取りました。稲川翔が2番手、さらには5番の山内まで連なって叩かれて、9番の黒田は現在4番手、6番の阿部は6番手、3番の長澤は8番手、体型は縦1列、最終バックから3コーナーへ向かう。稲川翔が車間を十分切っている。3コーナーから4コーナー、稲川今日はきっちりと追い込んでいけるかどうか。最後の4コーナー待って、前は山本、山本が先頭、山本が逃げる、後ろから稲川翔が捉えました。ラインでどうやらここは上位独占。2レース一般戦、山本が逃げて2番の稲川、絶好の展開。第2レースの決定をお伝えします。1着2番稲川翔、2着5番山内拓也、3着8番山本慎一。横山が前1番の三谷に並んでいって、ここで前段変わります。三谷は車を引いて中段、そのアウトは2番の近藤、近藤が今度は前へ前へと攻め上がっていく。赤番周回の1コーナー、ここで南関東勢が主導権を握りました。3番の横山は引いて4番手、1番の三谷は7番手の展開です。2コーナーからバック、前のペースが上がりました。近藤が今日は先行勝負か。そして後方7番手から一気に反撃、1番の三谷が前を叩きに行く。9番の澤田、さらには4番の三宅を連れて中段4番手、さらに前へと攻め上がってまいりました。ただ2番の近藤もペースを上げている。近藤先行、そこに襲いかけていく1番の三谷、今日は前を叩いていけるか。6番の小原のアウトコース、そこで牽制されて三谷はちょっと勢いが止まった。2コーナーから最終バックへ飛ばしていくのは近藤隆二、2番手は6番の小原、3番手は5番の加瀬、3番の横山がまくり上げて3番手のアウトコース、2番手へと上がってまいりました。南関東勢を捉えていけるか。4コーナー待って、先頭は2番の近藤、近藤が粘る、近藤粘る、後ろから小原、さらには真ん中5番車小原です。最後は小原が抜けているか。3レースの一般戦、真ん中は勝つ。第3レースの決定をお伝えします。1着6番小原大輝、2着は写真判定の結果5番勝瀬拓也、3着は3番横山久則。前は近畿勢に代わって3番の早坂は引いての4番手、そのアウトは2番の山岸です。山岸が早坂に蓋をするような格好から前に攻め上がってまいりました。1センターから2コーナー、ここで茨城勢が主導権を握って4番の江森はラインの3番手、引いて1番の山田は4番手、後方から3番の早坂、前を叩きに上がっていく。金が入って3コーナーちょっと4番手、車間が空いたところ3番の早坂決めに行くんですが、内抵抗1番の山田、山田今度は3番手に飛びついていく。ただ近畿勢は連携乱れました。5番の東口がサイド追い上げて山田の後ろに収まるか。山田は3番手の内です。逃げていくのは2番の山岸、2番手は7番の芦沢、3番手は並走状態、内山田、山田がさらに懐も売り込んで7番の芦沢をさばいていく。今度は後方から3番の早坂まくり上げて一気に前段を捉えていきそうな勢いです。山崎車間が空いているんですが、食い下がっていって下日本で決まっていきそうな感じ。4コーナー回って前は早坂、早坂が先頭、早坂が後ろを離して1着のゴールです。2着はどうでしょう。3人横一線、早坂周吾が一気にまくり上げて。第4レースの決定をお伝えします。1着3番早坂周吾、2着は写真判定の結果9番山崎義人、
3着は5番東口義智。その後ろは川端三宅の岡山勢、そして竹内がやはり後ろから前へ上がってまいります。それをちらっと見て7番の川端も合わせて前へ前へ踏み込んでいきます。さあ昨日突っ張った7番の川端ですが今日は引きました。竹内が主導権を握っていきます。番手マークは2番の吉田、さらには6番の北野まで出て、4番手は4番の姿、その後ろは3番の伊勢崎、短期の2人は4番手5番手、鐘が入って3コーナーから4コーナー、そしてその後ろ6番手から7番の川端が前を叩きに上がっていく。いいスピード、5番の竹内を叩いていきそうな勢いでホームへ帰ってまいりました。ただ三宅は離れて竹内が番手にはまる展開になっている。そしてその後ろからは9番の長島がまくり上げる展開。2コーナーから最終バックへ7番の川端が飛ばして2番手以降は車間が空いている。懸命にその距離を詰めていくのは5番の竹内優作、2番の吉田がっちり続いて、中部勢が前の川端を捉えていきそうな勢い。4コーナー待って、前は5番の竹内に変わりました。竹内が抜け出したが最後は吉田が捉えたか。2番の吉田、あとは5番の竹内、どうやらここは中部勢でワンツー決まった模様です。第5レースの選抜戦、第5レースの決定をお伝えします。1着2番吉田俊博、2着は5番竹内優作、3着4番姿和道。そこに乗っていくような1番の和田まくる。3コーナーから4コーナーへ向かって5番の畑に前が変わりました。7番の小松崎は一度車を下げるようです。前は瀬戸内のコンビに代わって3番手が並走、外から1番の和田まくる。和田が前に攻め上がってその上を8番の中井俊介、中井が叩いていきそうです。1センターから2コーナー、奈良勢がここで主導権を握りました。引いて1番の和田は3番手を取って、5番の畑は5番手、7番の小松崎は7番手の展開です。金が入りました。3コーナーから4コーナー、早めに5番手から5番の畑が前に攻め込んでいく。ただ3番のツイートは連携乱れて、5番の畑は短期で前を叩きに行くような格好になりました。8番の中井が抵抗して、この2人主導権争い。最終周回の1コーナー、後方から小松崎がまくっていく。小松崎のまくり、そして1番の和田も合わせて縦に踏み込んでいく。神奈川勢6番の林雄一が7番の小松崎をブロックして、ただその間に6番の林は離れた。短期で和田が前を叩いていって、3コーナーから4コーナー2番手以降ぶっちぎっていく。最後の4コーナー待って、先頭は和田まくる。和田が先頭、和田がちぎって1着のゴールです。あとは8番中井に2番の成田。ただこのレースは4コーナーを回ったところ落車のアクシデントがありました。第6レースの決定をお伝えします。1着1番和田まくる、2着は8番中井俊介、3着2番成田和也。今日は主導権を譲らないぞというそんなレースになりました。8番の松浦が4番手、5番の岩津はその後ろ、そして9番の松岡が6番手、再度6番の飯野は後手に回る展開で8番手。さあ脇本がこのまま逃げる体勢に入っていきそうです。バックから3コーナー、脇本雄太がもう果敢に飛ばしていく。2番手は2番の村上、さらには4番の近藤で、さあ中段の4番手8番の松浦、体型は全く変わりません。さあ松浦が内も売り込んでいく。4番の近藤の位置を狙って松浦3番手持ち得る展開になりました。飛ばしていくのは脇本、おっと落車。4番8番5番と3人落車のアクシデント。さあ脇本と2番の村上、3番手以降は車間が悪レースになりました。懸命に距離を詰めに行くのは9番の松岡、さらに1番の奈良井、縦長の展開になって3コーナーから4コーナーへ向かうところ、脇本村上この2人で決まっていくか。松岡距離を詰めて4コーナー待った、前は7番の脇本、外から9番、さらには1番車、1番の荒井が最後は突っ込んでいるか。7レースの特選競争、7レースの結果をお伝えします。1着1番荒井貴博、2着は9番松岡隆久、3着2番村上博之。一旦ここは稲毛の動きを抑え込んでという形、誘導と車間を切っているのは1番の武田。武田が後ろの出方を見ています。誘導とかなり車間が空きました。さあ根田が抑えて稲毛は後ろに下がっています。中段と後方が入れ替わりました。1センターから2コーナー、さあ前行きは1番の武田変わりません。後方から8番の稲毛が前に上がっていく。そして3番の根田も前に踏み込んでいくか。金が入りました。3コーナーから4コーナーへ、前行きの武田がこのまま先行勝負になりました。武田がぐんとペースを上げていく。そして8番の稲毛は4番手、3番の根田はなんと後手に回る展開です。武田最終日先行勝負です。後ろは9番の牛山、さらには4番の神山で、さあ4番手8番の稲毛がまくり上げていく。2コーナーから最終バック、3番の根田も動いていくんですが、小野とは連携離れました。懸命にまくる8番の稲毛、その上を根田がやってきて稲毛が先にまくり切りました。後ろは香川がピタリと続いて、その後ろには3番の根田です。4コーナー回ってくる。稲毛が逃げる、稲毛が粘る、稲毛粘る、粘って粘って振り切りましたか。7番の香川に3番の根田、特選競争逃げたのは武田。第8レースの決定をお伝えします。
1着8番稲毛健太、2着は7番香川雄介、3着3番根田隆。6番の佐藤智和が前は変わりませんが、7番の古性が2番手に入っていきます。1番の稲垣がその後ろ、そして4番の佐藤越は近畿勢を追って、その後ろが並走です。6枠の両者、内は原田健太郎、外は8番の渡辺裕太。さあ後方を抑えてから前に上がっていく渡辺、2番手車間を切っているのは7番の古性、古性も合わせて前に攻め込んでいく。バックから3コーナー、ここで8番の渡辺が主導権を握りました。3番の岡村が続いて動いて位置を取ったのは7番の古性、その後ろには1番の稲垣が続いている。佐藤越夫は5番手の展開で、その後ろには6番の佐藤智和、後方からは9番の原田もまくり上げるんですけれども、仕掛けたのは7番の古性、古性もまくり上げて1センターから2コーナー、その上を一気に9番の原田健太郎が捉えていきそうな勢いです。原田健太郎がまくり上げて2番手から先頭へ、おっと1番の稲垣、5番の裏、この2人で落車転倒。3コーナーから4コーナーへ原田のまくりが決まったんですが、後ろは誰もついていない。4コーナー待って、先頭は9番の原田、原田がぶっちぎり押し切って1着のゴールです。渡辺裕太が粘りましたが、そして4番佐藤越夫。第9レースの決定を改めてお伝えします。1着9番原田健太郎、2着は8番渡辺裕太、3着4番佐藤越夫。ここで九州勢が一旦主導権を握っていきます。そして1番の村上がそこを叩きに行って、1コーナーから2コーナーへ向かうところ、近畿勢が今度は主導権を握りました。4番の山田は3番手、一方5番の吉田は現在8番手の展開です。体型は縦1列、さあ村上がここで先行勝負をしてくるか。そして5番の吉田が前を叩きに行く、金が入って3コーナーから4コーナーへ、村上がペースをぐんと上げて、さあここは吉田を相手に真っ向力勝負になる。そこを強引に吉田が叩きに行く、村上対吉田の力勝負、吉田が叩き切ったんですが、8番の神山は離れて村上が番手にはまっている。そして2番の松谷がまくるんですけれども、ここはさばかれてちょっと外に浮いた。2コーナーから最終バックへ、後ろは九州勢、飛ばしていくのは5番の吉田、2番手以降は車間が空いている。1番の村上が懸命の追走、4番の山田はまくるんですけれども中断。この辺りはいっぱいか、4コーナー待って前を吉田がぶっちぎり、このまま振り切ってゴールインです。2着は9番の四季岡、さらには7番の和田健太郎。第10レースの決定です。1着5番吉田拓也、2着は9番四季岡拓也、3着は7番和田健太郎。神奈川両者が一旦前に立って、3番の中川誠一郎はその神奈川勢のアウトコース前に上がっていく。5番の太田は一度車を下げました。1コーナーから1センターに向かうところ、前の位置が入れ替わり立ち替わり、中川先頭で8番の井上がマーク、今日勝てばシリーズ3連勝。引いて9番の郡司が3番手、1番の浅井光太が5番手、そして5番の太田は7番手の展開です。さあ7番手5番の太田が巻き返しを図ります。金が入って3コーナーから4コーナー、浅井も合わせて前踏み込んでいって、3番の中川誠一郎もペースを上げている。4コーナーから方面帰って、太田がそれでも強引に叩きに行くんですけれども、ちょっと後ろ離れて4番の池田、そして7番の足元マーク陣は落車。2コーナーから最終バックへ5番の太田が逃げる展開で、2番手は3番の中川誠一郎がはまっている。後方からは9番の郡司、内は2番の佐藤慎太郎が潜り込んでいって、3コーナーから4コーナー2番手がもつれている。さあ外9番の郡司が捉えていけるか、4コーナー待って、先頭は太田先頭、粘って振り切りましたか。あとは9番郡司に3番の中川誠一郎。11レースの決定を改めてお伝えします。1着5番太田龍馬、2着は9番郡司康平、3着3番中川誠一郎。その後ろには1番の新田雄大、新田が人気を集めての一戦前は山中に変わりました。8番の木暮は引いての3番手、4番の北鶴は切れ目の5番手、新田雄大は6番手、そして7番の深谷は現在8番手の展開です。2コーナーからバックへ入りました。前に立った山中が後ろを見ている。後ろからの仕掛けは今のところありません。このまま山中が渡辺を連れて逃げる展開になるのか。金が入りました。3コーナーから4コーナー、後方から一気にスパートは7番の深谷が行くんですが、前もペースが上がっている。さあ9番の山中が決勝戦先行勝負です。8番の木暮は3番手、4番の北鶴は切れ目の5番手、1番新田雄大はその後ろ6番手からのまくり勝負です。2コーナーから最終バック、さあ新田が動く、3番手からは8番の木暮もまくり上げる。新田がものすごいスピード、3コーナーから4コーナーへ前段の関東勢を飲み込んでいって、もろ足は離れた。4コーナー回って新田が強い、申し分ない2つ目のビッグタイトル、今年2つ目のビッグタイトルは新田雄大、まさに圧巻。改めて決定をお伝えします。最終12レース、朝日新聞社杯競輪祭、1着優勝は1番新田雄大、
2着4番北鶴翼、3着5番平原康太、